フランク・オリバー・ハワードは、アメリカ合衆国、オハイオ州コロンバス出身の元プロ野球選手。ロサンゼルス・ドジャース時代オハイオ州立大学時代、野球の他に、バスケットボールでも、全米選抜チームに選ばれた実力があり、フィラデルフィア・ウォリアーズからドラフト指名も受けていたが、野球を選び、ロサンゼルス・ドジャースと契約する。1958年9月10日にメジャーデビュー。 その後もしばらくは、マイナーリーグとメジャーを往復するが、1960年には、レギュラーに定着し、23本塁打、77打点を記録し、ナリーグルーキーオブザイヤーに選出された。1962年には33本塁打、117打点と活躍するが、その後2年定調に終わったこともあり、1965年に、ワシントンセネタースに移籍する。 1968年5月12日から5月18日にかけて6試合連続20打数で10本塁打を打った。1週間で10本塁打は現在でもメジャー対記録。また、これを挟んで16試合で13本塁打を打ち、これも1995年にアルバート・ベルが記録するまでなかった。この年は44本塁打で初の本塁打王に輝き、 MLB オールスターゲーム初出場も果たした。1970年には44本塁打、132打点を記録し、アメリカンリーグの本塁打王、打点王の2冠に輝く。死球132もリーグ1位であった。タイガースタジアム史上3人しかいない、外野席最上段の屋根直撃弾を放った。セネタースは1972年にテキサス州に移転して、 テキサスレンジャーズとなったが、この年から成績が急降下する。シーズン途中にデトロイトタイガースに移籍したが、1973年は打率256、12本塁打に終わった。シーズン終了後、太平洋、クラブライオンズと契約した。メジャー通算1774安打、382本塁打、1119打点を記録しており、 当時日本球界に来た外国人選手の中では最高の実績であった。特に MLB 通算本類打382本、同打点1119打点は2012年シーズン終了後東北楽天ゴールデンイーグルスにアンドリュー・ジョーンズが入団するまで日本球界でプレー経験のある外国人選手としては歴代最多であった。しかし膝の故障のため、 1974年の開幕戦1試合に出場したのミでアとは、出場がなく5月には帰国した。身長は約2メートルを超える巨漢でありながら性格は温厚で、足長おじさんの愛称で慕われていた。引退後は1981年にサンディエゴパドレスの監督に就任した。この年のパドレスは後に、日本でプレーするランディバースやルパート・ジョーンズに、 ホアン・アイケルバーガー以前に日本でプレーしていたフレッド・クハウルアが在籍していた。その年はシーズン途中に選手会の50日間に及ぶストライキが発生し、シーズンが前後期のスプリットシーズン制にされたが、いずれも再開に終わり、1年限りで解雇された。1983年途中にニューヨーク・メッツの監督に就任するが、こちらでも再開に終わり、 同年限りで解雇された。2回にわたる監督の通算成績は93勝113敗であった。前後して、ミルウォーキーブルワーズ、メッツ、シアトルマリナーズ、ニューヨークヤンキース、タンパベイデビルレイズでコーチを務めた。2000年以後はヤンキースで育成インストラクターを務めている。2005年にはシントンナショナルズが移転し、 首都ワシントン DC に34年ぶりにメジャー球団が戻ったが、初試合の試合前の始球式の際に、レフトの守備位置につき、観客から大歓声を受けた。1973年に、太平洋、クラブライオンズがシーズンオフに考え出した策は、現役の超大物メジャーリーガーを獲得して、集客力をアップというもの。そして、デトロイトタイガースに在籍していた現役の、 メジャーリーガーであるハワードを獲得した。ハワードは、上記の通り来日メジャーリーガーの中で一番の実績を誇っていたため、連日マスコミに追われ、日常の些細な出来事でも即記事となるなど、その反響は大きかった。全評判は素晴らしく、アブさんの影浦安武とホームランの共演をするシーンが描かれた。オープン戦から本塁打を放つなど活躍し、 特に大巨人戦では、川上哲司監督が、すごいね、彼は活躍するでしょうと賛辞を送ったほどだった。しかし実は、ハワードは来日当時すでに膝を故障しており、膝の関節の軟骨がすり減っているために、立つことも困難なほどの激痛に襲われ、プレーができない状況下にあった。開幕が近づくにつれ、ハワードの膝痛は、プレーに支障が出るほど悪化し、 全国スポーツ紙の中で当時唯一九州本社版を発行していたスポーツ日本が開幕前日頃ハワードが膝痛で出られる状況にないと知るとすぐさま一面にハワード開幕欠場という見出しを掲載したそれを知った当時の稲尾和久監督が血相を変えてスポニチの記者にお前営業妨害する期間と詰め寄ったが スポーツ日本の報道は事実となってしまった。1974年4月6日、平和大で行われた太平洋対日本ハムの開幕戦にスタメン出場したが、恐れていた膝痛が悪化しわずか3打席で途中交代。結局開幕戦に出場しただけで5月には帰国した。球団はハワードが帰国と同時に契約を解除しているが、 代理人から話が違う。残りの金額を支払いとクレームをつけられ、その上受け入れられなければ裁判に持ち込むとまで言われた。結局、裁判を恐れた球団は残り分も支払うこととなった。ハワードの一件から球団は対談と同時に活躍できるメジャーリーガーをリストアップし、6月にマティアルを獲得している。ありがとうございます。